守りたいから。
自分にできることを食べる楽しみだ。なかなかいけるね。ええ、本当に。
運の月さ。
キー様。やってみます、ウルボサ。Thank you.
止まって今私だってMm-hmm.
これを食べるのかい？おいしいじゃないか。やれやれ。勝負、僕の勝ちだね。待てって、とどめだよ。動くな。どうだい。動くな。この勝負、僕の勝ちだね。
僕の勝ちだね。待てって、そこまでだよ。気分が乗ってきたぞ。僕の技見せてあげるよ。手加減なしだ。僕の勝ちだね。燃やしてみよう。動くな。どうだい。行くよ。どこまでだ。これを使えば この勝負僕の勝ちだね。当たらないよ。待て、とどめだよ。動くな。どうだい。終わりだ。4人の英傑たちが神獣操作の訓練に励む一方、プルアをはじめとする古代遺物の研究者たちはハイラル平原シーカータワーと名付けられたその塔が一機のみならず各地の地中深くに埋没していること、そして制御装置を起動させるためにはシーカーストーンをシーカータワーに認証させる必要があると判明し、また異物の調査か。お父様、そのようなことにかまけている暇があるのか。それは
これは昔、お母様と一緒に出かけた時見つけた遺物です。きっと何か特別な力を秘めているのだとお母様とお話ししたのをよく覚えています。けれど結局使い道はまだ分かっていません。お父様、こういった遺物の謎を解き明かすことが薬剤に抗うための。それはお前の務めではなかろう。もちろん修行を怠るつもりはありません。けれど私にできることを精一杯果たしたいのです。それを逃避に過ぎんと言うておるのだ、こたびは許す。だが分かっておろうな。で、そのシーカーなんたらってのを復旧されたらどうなるんだ。ん、我らの居所も手の内も立ちどころに暴かれてしまうそうでござる。ああ、居場所がバレちまうってのはまずいか。はっ、では打ってやる。ん、お前たちにも働いてもらおうか。おいスパ、ガノン様からのお達しだぞ。死刑薬剤ガノンの宿りしガーディアン、これさえあれば世界のすべてが手のひらの上。やはり解せぬ薬剤ガノンの力、そうやすやすと御せるものでござるか。塔の復旧に成功したリンクたちはプルアの指示のもと各地に出現し、だが敵も手をこまねいていたわけではない。リンクたちが最後に赴いたアッカレの塔では
Yeah!
吹き飛んでるか。どうにか倒せた。刺さる。ああ、私だって。
Let's go.
こうして眺めてみると壮観ですね。プルは何か分かりましたか？なるほど。へえ、これがシーカーストーンと連動してって。あのプルは、姫様、やっぱりこの塔すごい力を秘めてるみたい。このシーカータワーはもともと薬剤の復活を察知するための施設らしくて、端末を通じて塔の周辺情報をシーカーストーンと共有できる。ハイラル中の地形や魔物の動きが瞬時に丸分かりってわけ。要は敵の動きを読んで戦略が立てられるってことかい？その通り。パワー！はぁ、まあ説明するより試した方が早いかもね。